おはようございます。スプラス3のフェス、お疲れ様でした。フェスが終わったということです、ですね。結果発表の方が多分、これから来ると思うんですけども、よろしくお願いします。来るかな？あ、臨時ニュース来ました。よかった。これで俺のスイッチにだけ臨時ニュース来なかったら、ちょっと、ショックを受けていたので、読んでいきましょう。臨時ニュースだよ。フェスの結果が出ました。しゃエイさんの顔好き。なんか目がない。よし、今回はですね、僕は暇つぶしチームにしました。で、予備祭りってのがね、なんかあって、これで暇つぶしが勝ったんです。そう、実は暇つぶしチーム予備祭り勝たせていただきました。これなんか俺やったかと言われたらやってないんですけど、特に。で、得票率はどこが多かったんだ？多分道具が多いと思うんだよ。人数的に。ありえねえだろ！なんだよ、道具チームってか、10ポイントって！なんか、ダブルスコアぐらいの差つけられてるんですけど。何この量。食料チームと暇つぶしチーム、全然戦わなかったからね。やばすぎ！倍違うんだけど。さあ、貢献度、これが一番大事な気がするんですよね。貢献度さあ、どこが？オープンとチャレンジ！頼むよ、暇つぶし！頼むよ！終わりこれ？え？待って、そんな、呼びます来た。チャレンジ10なの？チャレンジ10なのか。俺さ、同点かなって思ってたのにさ、オープンの方がポイント高いの？おー、食料にも誰か触れてやれよ。0ポイントってかわいそうだろ。予備祭り10分でもらえるんだ、そもそも。俺、暇つぶしチーム、惜しくも2位でした。実は、ヒレオさん、頭のでかいヒレオさんと、あいつ道具チームにしたらしくて戦ったんですけど、まさかのフェスの結果で負けてしまいました。ちょっと悔しいな。いや、結構悔しいな。あ、食料チームの方ごめんなさい。触れてあげないと。うつおかわいそう。見てこの顔。すげえ悲しそうな顔してんじゃん。なんで私のチームゼロなのみたいな。ほら、やられたのじゃん。まあでも道具チーム強かったですね。結構、俺も、100勝したんですけど、まあ、貢献は結構ね、できたと思いますが、それでも道具には勝てませんでした。いや、もう、みんな3人で無人島行けばいいんだ。そうだよ。仲良く しな。万太郎、かわいいな。てか、いい提案してくれたな、万太郎な。あー、終わっちゃった。サザエがね、多分もらえると思うので、まあ、このままちょっとね、つけていくと、まあ、自分がね、やった分だけの、スーパーサザエをもらえるみたいなので、ちょっともらっていきたいなと思います。スーパーサザエ自体はね、ギアのクリーニングとかそういうのに使えるので、結構重宝します。はい、もらえるかな？ 21 個！負けたもんなー。21か。これ多分道具チームは24個もらってるのかな？そうだよね。でね、俺今回ね、見てプラス10までやりました。永遠の暇つぶし派プラス10。結構やったと思います。で、フェスティなくなっちゃった。ギアクリーニングするの忘れちゃったな。え、みんなお疲れ様！で、ここにいる人たちもお疲れ様！お疲れみんな！お疲れ！あ、仲良し。これ A さんかもしれん。これ打つ方と風化で。これ A さん。あ、いなく、A さんいなくなっちゃう。